こんにちは、藤井隆です。今日は2022年春、個人的にこういうことを気をつけて春物をね取り入れていきたいなと、春こういう予想をしたいなということを、私の独断と偏見でね、ちょっとお話しさせていただきたいなと思っております。コーディネートはないんですけれども、こういうアイテムを使っていきたい、より使いたいとかいうお話をねさせていただきます。今年の春一番ね、なんかこう自分的に変わりそうなのがまず色ですね。全体の色使いが変わりそうな気がしております。去年はどちらかというとダークカラー、特にモノトーンとかそういう色合いを積極的に取り入れていたのですが、今年はまあパステルカラーとかペールトーンとかちょっとね明るい色味のものを積極的に取り入れたいなと思っております。あともう一つはアースカラーですね。まあ、もともと好きな色の一つではあるんですけれども、主に、まあ、ベージュ、カーキ、ブラウン、あとはグリーン系。グリーンもまあ、私の場合ミリタリーアイテムが好きなので、まあ、ミリタリーグリーンとか、今年、買い増ししたとかっていうものではなく、もう、もともと持ってるもの。なので、皆様も結構ね、もともと、ああ、なんか持ってるな。でも、ちょっと去年とか、まあ、一昨年とかあんま着てなかったな。でも、今年これもう一回着てみようかなというようなものがね、結構あると思うので、まあ、このお話聞いていただいていいなと思っても、何でもかんでもね、すぐ新しいもの買い足す必要もないんじゃないかなと思っております。皆様の手持ちのワールドローブの中にハマるものがね結構あるんじゃないかなと思って、まあそういった意味でもアイテムもご紹介させていただきます。自分が持ってる、まあ、パステルとかペールトーン系のアイテムってやっぱインナー系が多いですね。このスウェットもそうなんですけども、これも綺麗なねミントグリーンっていうんですかね、そういうグリーン系なんですけど、去年まではねそんなこういうのねあんま積極に取り入れてなかったです。で、ここに上げてる写真も、まあ、ニットとか、ポロとかそういう系になるんですけども、まあこういうね、インナー系で綺麗な色を、まあ、取り入れていきたいなと今年は思っております。アースカラー、まず代表的なのがカーキ系。カーキ系は、まあここに挙げてるアイテムが、まあ洗いのかかったセットアップとか、あとはこれはミリタリー1のですね、パンツ。あとは私が好きなベルウィッチのスコッチの、これはリネンのパンツですかね。濃い、ベージュというかカーキ系のパンツなんですけど、代表的な、まあ、カーキっていうのをここに挙げましたけども、こういう色をね、積極的に取り入れて、まあ、ここに差しでインナーでちょっとこうペールトーン持ってきたりするのもいいかと思います。次はブラウン系ですね。まあブラウンってどうしてもちょっと冬っぽいイメージあるかと思うんですけども、春先もね、ブラウンはね、使い方によってはね、例えばカーキとか、ベージュとかの組み合わせでは非常に品が良い使い方できるかと思います。今挙げてるアイテムは、まあ、レザージャケット、コットンのニット、リネンのね、パンツになるんですけども、こういうね、ブラウン系のアイテムも、積極的に取り入れていきたいなと思っております。続いてね、アイテムですね。目新しいものは何にもなく、もともと持ってるもので、皆さんもおそらく持ってるものあると思うんですけども、まあこういうのをね、積極的に使っていこうと思ってるものを、まあ2つほどね、ご紹介していきます。一つはね、もうなんてことない、デニムです。これね、色3色、濃いのとかから、かなり色落ちが進行したものまで出してますけど、デニムはね、より積極的にね、履いていきたいなと思ってます。で、特に、色落ちが進行してるもの、そういうものってアースカラーとも組み合わせしやすいですし、ペールトーンとかも組み合わせしやすいので、まあ、今私がね、履いてるデニムもそうなんですけども、かなりもう色落ちが進行したもの。去年までは、どちらかというと、リジットに近いものとかをね、履く傾向が非常に多かったですけど、こういうね、かなり色落ちしちゃってるデニムもね、今年はね、バンバン使っていきたいなと思っております。今までは比較的に、ウエストサイズとかね、ジャスト、もしくはちょっとね、ワンサイズ上げてぐらいのものを、まあ特に履いてたんですけど、ちょっとしばらく履いてなかった、ウエストが結構大きめのデニムですね。もともと例えば古着とかで買って、まあウエストがそれこそ34インチとか35インチ以上のものとかもあんまり履いてなかったんですけど、今年はね、ちょっとダボっとしたシルエットもいいかと思うので、ポドムスのデニムに関しては。もちろんジャストのウエストでジャストレングスっていうのも履くんですが、ちょっと今までね、履いてなかった緩めのね、デニムもね、積極的に使っていきたいなと思っております。どうしてもね、色残りが濃いものの方がやっぱヴィンテージなんか価値が高いし、
まだダメージも少ないっていうのもほとんどだと思うので、色残りの濃いものだったら買いたいなとかっていうのがあったんですけど、今年はね、なんかね、結構もう色落ちしちゃったものでも、ヴィンテージもので、なんかサイズとかね、雰囲気いいものあったらね、買ってみたいなと思っております。気になるアイテムっていう、まあ、ずっと年間履いてるんで、まあ、今更なんですけども、まあ、今年は特にね、色の薄いデニムをね、履いていこうと思っております。続いて、まあ、ミリタリー系とか、スポーツ系のアウターですね。まあ、これも私はナイロン系とか河川系のものよりどうしても天然素材系のものが好きなので、ミリタリーものとかに偏ってしまうんですけど、まあアースカラーであり、軽いライトアウターで洗いがかかっててハードなイメージも持ち合わせてるようなものは積極的に取り入れたいなと思っております。まあ、こちらの2点挙げてるのが、まあ、1点はベージュ系のイギリスのモーターサイクルジャケットをベースにした WRL のものと、あとはもうずっと去年もねよく着てた US アーミーのジャングルファディーグなんですけども、これはね今年も積極的にね着ていきたいなと思っております。去年までだとこういうのに割とダークトーンとかモノトーンを合わせたり、デニムもまあ色のなるべく濃いものを合わせたりしてたと思うんですけど、今年は色落ちがかなり落ちてるデニムに明るめのこういうカットソーを合わせてみるとか、ポロシャツを合わせてみるとか、そういう形でね変化をつけたいなと思っております。色と使うアイテムとか説明してきましたけど、それに合わせる靴ですね。最後は靴に関しても、去年までは本当にやっぱ黒い靴の出番が多かったですね。あとはダークブラウンとか、割とねブラウン系の靴がちょっと出番少なかったですね。ただ今年はベージュからブラウンまで茶系に近い靴が出番が多くなりそうな気がしております。それで今手持ちのね靴をこう出しておりますけれども、こちらね全部スエードのものになります。特にねやっぱり、ね、ブラウンのスエード系ですね、その辺がやっぱ気になりますね。で具体的に春に向けて買い足したい靴もございまして、まあ、ベージュのクラックスのねデザートブーツはねちょっとこれは買い足そうと思っております。まあ、去年黒買ってだいぶ履いて、やっぱクラックスのデザートブーツは改めていいなと思ったので、ベージュ系のねデザートブーツも欲しいななんて思っております。で、まあここに挙げてる靴も元々持ってるものですけれども、比較的ねよく履いてるものもあるんですが、よりね茶系の、私の場合特にスエード系の靴の出番が今年の春は多くなるんではないかなと思っております。お話ししたアイテムとか、出した私の持ってるアイテムとか、特段ね、なんかね、今年はもうこれ持ってない、皆さん持ってないから絶対買った方がいいですよっていうものもあんまりないかと思うんですよね。もともと何かしらこう、それに近しいものとか、もう同じようなものとか持ってらっしゃる方も多いかと思うので、特にね、色が変わると結構、なんだろう、合わせる、ボトムスとか靴とかもやっぱ変わってくるので、とは言ってもじゃあモノトーン全く着ないのかって言ったら、まあ私革ジャンとかライダースもすごい好きなんで、まあそうするとやっぱね黒いライダースとか着るとモノトーンっぽい装いもね引き続きするかと思うんですけども、まあパステル系とかね去年あまりほとんどこう取り入れてきた感じがあんまないので、今年はね積極的に取り入れていきたいなと思っております。なんとなくいろんなショップの春の提案とか、まあ、トレンドのね内容とか見てると、やっぱり色はね今年はすごい出てきてるなっていうイメージはあります。あと全体的にクリーンなんだけど、ちょっとやっぱカジュアルでラフな感じっていうのは継続してるような気もしますね。なので、皆様のねライフスタイルに合わせた形でね、しばらく使ってなかったアイテムとか着てみるとかっていうのもいいかと思いますし、なんかやっぱ仲いいものは買い増しして、まあ、今年っぽいコーディネートを組んでいただくっていうのもよろしいんではないかなと思っております。ということで今回は22年春、気になる色とかアイテムとかのお話をさせていただきました。どうもありがとうございます。